鏡の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前へ。スポー、はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。はい、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そして鳴りやまぬ雷の力を秘めた男、キックマックス。アロマットです。ヨウです。では早速プレイしていきましょう。下にも、うん、ダメだ、こう上行ける？行けないっす。ちょっと最初まで戻ってみる？ここ行ってない多分。とりあえず俺も戻ろう。わあ、またあれだ。あ、いつでも行けるけどまだ我慢。生殺しフロアだ。あの上から行けたりするのかな。あ、上行けそう。いや、ダメだ、見えない壁に阻まれる。あ、壊せばいけんじゃないかな。あ、まあまだ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 我慢しなきゃいけない。まだもうちょい。 MSSP がすでに30分我慢してる。すごくない？すごい。大体でも見ましたね。いや、まだ解いてない謎があるはずだ。ある、まだ押せてないスイッチあるわ。基本最初はスイッチ上だと思うんだよね。下になってればオンじゃないかな。そうだね。これ押刺さってないわ。お、そんなスイッチあるの？うん、ただあの必殺技を使わないと押せない仕様になってる。え、どういうこと？どういうこと？え、あー、壁壊すってこと？そうそうそう。これもしかして最後使わなきゃいけないやつか？使ってみるか。これ最後じゃん、魔法だわ、キックン。え、俺さっきやったけど開かなかったんだけど。それはキックンが資格がないからね。あ、マジで。じゃあお前資格あるならやってみて。はい、開いた。ユーキャン資格あった。もういいです。本当に俺には資格がなかった。で、FB ここにスイッチあるねん。いいね。お、振ったけど。なんで急に。何この音。何この音。え、なんか起きた？なんか何も起きない。音が鳴るようになった。なんか、ワン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 ってやつ？ああ。そう、何これ。教室の上にあったジュークボックス。お前かよ、原因。結局、それ以外は何もないから。何もないね。どうしても何もない系？じゃあもうわかんない。大体探索し終わったなぁ。怪しいところはどんどん。ジャンプして進んでくのも、そもそも合ってんの？絶対間違ってるでしょ。いやでも、あ、やべえ、必殺技が発動してる。俺は死ぬしかない。ジャンプはまだ邪道レベルだから。やっぱ反則ではない。そう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 。ブロック、全ブロック破壊はやっぱりもう下道レベルだから。これを使うとやっぱりまさに下道。下道様になっちゃうから。いや、ここなんかあるんだけどな、これ。次なる下道はやっぱりもう屋根に行くしかないんじゃない。屋根からどっか侵入できそうなとこある？いやね、卑劣にも程がある。まだ必殺技解禁じゃないですか。ほら、やめろ。 X ではまだですか。ここも行ってるのか。あ、希望を捨てるな。希望を、もう希望もへったくれもない。ここ開けちゃおうかな。そう、目の前にスイッチがあるのに今耐えようとしてる横で。あ、違う違う違う、最後の鍵で行けそうな場所だったから。行ってみるわ。さあ、これどうだ。新しいとこ行ったぞ多分。マジで？ほんと？お前ら天井越え、天井。天井？天井、天井、とりあえず天井越え。あー、発作がやばいやばい。ちょっと待って、せめてその屋上のところ行ってからにしろ。耐えられない部員が今、続出しております。せっかく見つけた。発作が、あー、こっちこっちこっち。こっち行け。いたいたいた。ハンマー、ハンマー。ハンマーで。うわー、うわあ、あいつ落とされてやんな。ウケるわ。なんだよ。危ない、俺も落とされる。はい、下まで落とされました。ここ行けるようになったから。最後の鍵開ける。今邪道なことしてるからだぞ。さっき、そういえばアロマ見たわ、この辺で。でもここ行ってないから。何この、マリオのバグというか、裏面というか。いや、でも行けないな、結局。なんだここ。あれ、ここ結局どうなんだろう。
反対側一応進めたが、あれでも壁があるからいけないわ。おい、壁ばっかじゃないですか。もう透明壁ばっかですよ。そっちは？あ、これスイッチ押せる。おお、本当だ。来た、やっと。え、これどうなったの？何があった？何が？とうとうあの意味ありげなスイッチ押せたぞ。でも意味わかんない。何があったのこれ結局。ヒュンヒュン言ってる？ヒュンケル？ヒュンヒュン言ってるってことは多分どっか開いたってことだろうね。変なスイッチを押したんだけどな。ほら、腹へ立ってきたぞ、これ。もう、やっちまうな、これ。とうとう、アロマが、衝動が。今、腹立つ前に腹減ってたよね。もうやっちまおうかな。もうダメだ。やばい。これはもう、袋の中から指定通路探そうとしてる。俺の中の悪魔が。まあ、待て待て待て。あと7分ぐらい待とうで。あと7分。なんで7分なの。屋上もう行けるとこなさそうですな。なさそうですな。なさそうですな。うわあ！クンタカめっちゃ入ってるけど、どうした？僕らも入ってない。なんでおたけみ？もう俺は我慢できないぞ。7分経ってない。オーブに言ってんな。だから俺だけなら我慢できるけど、我慢できないやつが近くにいたらもう誘発するだろ。あった、指定破壊ブロックが、ブロック破壊あったぞ。やばいやばいやばい。待て待て待て、あと5分。ただこのダンジョン自体はそんなにでかくなさそうな気もしてるな。あー、ノルド・シュワルツネッガー。みんな、聞いてくれ。よかった、下から行けそう。あ？あ？またそこから入れそうですけど、どうしますか？そこから行くに決まってる。そうだったらまず壊した方がいいでしょ、周りを。裏技だね。これは邪道プラス下道の最悪の。違う、あのね、あれを壊せば行けそう。あのスポーンブロックを壊すだけで行けそうな。邪道&下道。邪道&下道。あ、でも無理かな。とりあえず分かったことは、この高さ、今いる俺らのとこってさ、一番高い部分じゃん。ああ。で、下にめっちゃついてるじゃん、建物自体は。うん。その高さの分、多分内部はありそう。はあ。ゲロでかそう。さっき小さそうと言ったな、あれは嘘だ。つまりまだ始まってなかった。よし、じゃあ、卑劣様になるか。あ、解禁ですか？解禁で！解禁でー！イエーイ！うわー！とりあえず屋上めちゃくちゃ破壊してくるわ。とりあえず行けそうなところやっちまうか。うわー、解禁されると気持ちいい。お、学級崩壊起こしちゃおうかな。あ、いやー、ひどい。最悪なやつだ。そこ俺楽しみにしてたのに。そうなの。おら、学校に侵入じゃ。貴様は誰じゃ。耐久度の回復か、こいつ。修正ツール。またトロッコか。あ、やっぱそうだ、トロッコ作れってことだ、これで。お、いいじゃん、それやってみ。学校破壊じゃ。アロマだけ新しいとこいるんじゃないかな。あー、ひどいんだ、学級崩壊して、かわいそう。うわ、最低、ほんと。メランコリックも覚えとけ、お前。でも一匹だけ残しといたから。ああ、消してしまった。ほら、俺が残しといたのに。あ、乗っちゃった。違う。乗りたかったわけじゃないっす。で、こいトロッコ。え？じゃあ、ゾーマのオブジェでも置いとこう、ここに。なんでやねん。こいつが崩壊を起こしたということで。責任をなすりつけた。お前何捏造してんだ。最悪の野郎だ。ゾーマがやったんだ。ゾーマがやったんだ。ここにトロッコを置いて。あ、こっから行ける。もう完全に新しい場所。え、新しい場所？新しい場所。発見した？発見した。まあ、あの城じゃないとこから来たんだけど。卑劣な技で行ったの。そこも広がってるってこと結局。だけど、下手したら卑劣な罠使わなくても行けたかもしれない。マジかよ。卑劣な罠。なんか、そんにゃー。どうした？なんか、萌えキャラいるぞ。どうした？萌えキャラどうした？
なんデジコでもいた今。デジコだにょ。いてて、どこここ。またカバンちゃんだ。そうああ、何ここどう自然な形でカバンちゃん出すのやめろよ。わからない。貴重な話を聞け。何あ、ベホマのロザリオゲット。これめっちゃ1ミリ嬉しい。やった、スロットだ。こんなとこでも。ここにもあるんかい。俺もここでスロットして一生を終えるわ。どうもよ、俺も来たぞ、ここに。あ、マジか。でもあれじゃないから。なんだこの風呂場は。これが、地下に通じてんじゃない？あー、かなぁ。うん、ここは正解ルート可能性があった。本命っぽいけどな。うん。すげぇ。クイーンモモのフィギュアが、ものすごい大事そうに飾られてる。あー。なんだおめぇはよ。なんだおめぇはってか。なんだおめぇはってか。私が変なお姉さんです。いや、お姉さんだ。変なお姉さん。お姉さんなんだ。でも悲しいことにすでに俺らも変なおじさんなんだよな。変なおじさん。変なおじさん。名実ともにすでに変なおじさんだよな、俺ら。名実ともに。あれ、入れない。まさか将来の自分が変なおじさんになると思ってたか、お前ら。あ、スイッチ。将来の夢は変なおじさんです。なんか、いたけどな、どこがいたか知るか、ボケ、こら。さあ、あまりにも上は広すぎるので、最終手段、下から攻める。下から。よし、キック行ってみるぞ。はい。今までの経験から言うと、このバリアブロックは壊すことができるんだよ。マジックツールで。今までの経験。ああ、壊せない。なにちょっと壊せるとこ探せ。ああ、なんか壊した、今壊したぞ。そう、敵が邪魔だ。なんか壊した。いけるいけるいけるぞ、キック。ベホイミ。必殺技出た。ああ、一人目に。私はカイになります。皆さん、しばらくさようなら。よし、行ったぞ、とうとう。行ったか。行った。これも多分だけども。ここの扉付近に行くと、はい、出てきたー、ラミア、ラミア、ラミア。おら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 、ダメ、やっぱラミアに効かねえ。何、輝く息？輝く息で。あー、もう、ボスがどっか行った。終わった？いや、終わってない、倒してない。倒してないのに、どっか消えたわ。輝いた、みんな。だいたいここに宝箱がある感じね。ここ見たことある？でもなんもない。熱い。そっか、前こんな風に入ってたのか。これはさすがに。下道。下道中の下道。一番最初に見た、あの、旅の扉がここに繋がってたんだ。でね、やべやべ。あっぷね。てか全然行けない、どこも。言うても。溶岩の中渡ってったなんかあんの？いや、さっき見たけど何もなかった。ちょっと、旅の扉行ってみようか。ないね。落ちちゃった。こっちは？いや、そっちも壊そうとしてみたんだけどな。あ、行けたよ。あ、ほんとに？うん。これどうなってんだろうな。ここは、あれでもここ誰か来た形跡あるけどな。ここ俺来たとこじゃん。うん、来てるわ。うん。え、なんで？これじゃないな、こっちが。え、溶岩の中だから行かなかったのかな。それは俺あるかもしれん。なんか溶岩っぽいとこ行った。とりあえずここの旅の扉は意外とすんなり外に通じてるわ。ちょっと他の地下からも行けそうにないか見てみよう。まあ行けるんじゃないかな。ちなみにここあっさり下から行けるぞ。あっさりにも程がある。おお、すごい、見たことない。ここあ、ラミアいた。ラミアいるし、普通に重い。来い、ラミア、勝負だ。ほら。ほら。あー。オッケー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 。お、ここはボスっぽいぞ。お、いいぞいいぞいいぞ。よし、みんなここに下から攻めろ。俺はこっちから行ってみる。あと5秒。4、3。その前に死ぬ。ほらほらほら。はい、ミラクルソードになってなかったでーす。おー、初めて見る、ここ。誰だ
ワンブロック回そうとしてる。よし。こいつらは邪魔してくる。ここにブロック。うー、言うんじゃありません。ここでもアロマ来てるぞ。意外と最深部ぐらいまで来てるんじゃん。わあ、ボスが空に浮いてる。お、来た来た来た。わかんなんだよ、あいつ。どうしようもねえだろ、俺には。いけるはずなんだが。俺追いかけてくれよ、しゃー、来た。逆算で考えてどうやって来たのかがわからん。あ。いや、多分、解除し、表側から解除しないといけないところもあるから、わかんないんじゃないかな。まあ、ないか。わかんねえ、わかんねえ、もう。わかったところで。もう、今更感はありますね。ほら、出てきた、ヤマタロウ。こっちも来たぞ、パズズ呪われた剣だ、勝負だ。あ、ほら、ほら、死にさらせ。すごいぞ。あ、でも痛い、結構。ベムピーがなくなってきた。こいつだって、あ、ルカニかなんか捉えてくんのか。オッケー。なるほどね。あと、ボス部屋はどこじゃ。これ3つ目多分来てるから、これで全部じゃないから、さすがに。なんかこう、謎を解明しようとしてるけど、なんかすごく無駄な行為に思えて仕方ないぜ。そうだね、これは謎を解明してることには絶対なってないから。これちゃいますから、無理やりボス部屋に行ってるだけですから。でも大体行けるとこは行ったかな。まあ、そうっすね。大体ボス部屋には行けちゃうのがちょっとウケるな。でもこことかはもうスポンブロック壊せば上に行けるからな。これでだいぶショートカットできんじゃないの。オッケー、というわけでクリアだと思います。やったー。何がというわけなんでしょうかね。いやー、向かってくー。いやー、これはやばい。毎回俺たちの完全勝利だ。毎回この大型ダンジョンやばいけど、やっぱりダメだったな。ちゃんとクリアしたいですね。最近ちゃんとクリアした記憶ないぞ。いや、でも少なくとも数時間でそうクリアできるようなダンジョンではないわ。すげえな。一番広かったじゃん、これ。でかいな、これ。あ、いや、めちゃくちゃでかいよ。だって結局この上の部分だけだと思いきや、この中の部分までたっぷりあったわけだから、たっぷり詰まってたわけだから。それってトッポと一緒だ。やばいよ。バイオやばいよ。バイオやばいよ。動画を見てくれてありがとう。ありがとうございます。ぜひぜひ、MSS プロジェクトですね、チャンネルの方にも、ちょっとでも笑ったら登録よろしくお願いします。